冒頭私からで2つほど申し上げます。1つはですね、東京湾の水質改善のプロジェクトチームを設置しました。菅原副知事を座長としてですね、東京湾水質改善プロジェクトチームを設置することにしました。東京都はですね、周辺の自治体に先駆けて区部の下水道整備率は100% になりましたが、いうにもですね、昭和40年代には悪臭を放って黒くになっていたあの隅田川も魚がですね泳ぐまでに回復をしました。花火大会も復活して江戸の文化を今に伝える、夏の風物詩にもなっておりますが、一方ですね、下流の東京湾の水質改善にまだまだ至っておりません。そのかつて東京湾はですね、江戸城の間近で、ありながら、そうですね、今のあの外務省に下っていくですね、あの坂道も潮見坂っていって、あそこのすぐ下も海だったんですね。あの新鮮なですね、江戸前の魚介類が豊富に取れて、大森はその羽田の海水浴場もですね賑わっていたものですが、今日あの赤潮の発生が年間90日を及ぶという状況で、長きにわたって堆積したヘドロに加えてですね、日々流れ込む窒素やリンは赤潮の発生原因になってまして、東京湾自身の自然浄化を阻害しているわけです。東京湾の水質改善はですね、東京都だけでは限界がありまして、これですね、国というよりもですね、やっぱりその東京湾という非常に代表的な大きな閉鎖水域を囲んでいる千葉県ですね、それからね、神奈川県、それから埼玉県、海はありませんが埼玉県を通っている川はですね、東京湾に流れ込んでいるわけですから、こういったその他の自治体のですね、下水の普及率というものもやっぱりこの問題を左右してくるわけで、せっかくですね、今まで一種の広域行政として、自然ガスの排気対策やですね、災害のためのこうアライアンス、あるいはですね、東京の中のですね、東京、横浜、川崎の3校の、一体化というようなものも進んでおりますから、この問題はですね、やっぱりその東京湾に関わりある、ね、首都圏の4県がもっと積極的に取り組むべき問題ではないかと思います。昔は私たちもね、昭和30年代、私の20年代の頃は、東京湾でもヨットレースしましてね、その頃はスナメリなんていうね、ちっちゃなクジラも東京湾にいたんですけども、完全に、姿を消しましたな。それから、その東京湾だけじゃなし、日本の近海のですね、海も非常に汚れが進んで、東京湾一人がジタバとしてもね、拉致が開かないんですが、これやっぱりその大陸方面から来るですね、そう汚れた海流みたいなのもあったり、いろんな問題が絡んでますけどね、とにかくその目の前の東京湾、やっぱりもう少し由緒のあるものにしようということで、町内横断をしたですね、プロジェクトチームを作りまして、10年後の東京で掲げた水質改善策をさらに加速させていきたいと思っています。東京湾全域をですね、俯瞰して水質改善の筋道を示す、いわゆるロードマップをですね、作成していきたいと思っています。もう一つ、その前にね、これやっぱり、ね、その国もですね、関与してるんですね。こういうね、閉鎖水域、日本の代表的なその閉鎖水域というのは東京湾と、あと錦江湾で鹿児島のね、もう一つは青森県の陸奥湾でしょう。ただやっぱりこの首都圏のね、東京湾とね、他の二つはかなり条件が違いましてね、例えばね、お台場あたりにね、週末ですね、本当に何十杯も出てくる屋形船ね、こういったもののね、トイレがどうなってるかっていうとね、これそれを貯めて帰ってね、バキュームしてると私はとても思えない。調べたら分かると思うんだけども、結局今のね、公開法っていうんでしょうかね、これはね、ルールから行くと、お台場を過ぎて外へ出たらあそこで垂れ流していいんですよ。
そやっぱり、ね、そのプレジャーボートね、私もヨットやってますけど、ね、ヨットや、ね、モーターボートのトイレとヘッドって言うんだけど、これはですね、とてもそんなとこ水洗なんかすることできないから、海水を使ってですね、用水ポンプでね洗浄する形になって、これもつまりその外海へ出たら許される。ただマリーの中ではですね、これはもう厳禁されてますけど、ですからね、その自分の船停めてるね、ヨットクラブのマリーナの中で垂れ流しするやつはいないんだけども、外へ出たらこれね、法律で許されてるんですね。これはね、もっと大きな船になるとね、そこのところもう一回つまびらかにしますけども、例えばそのクイーンエリザベスとかね、そのクリスタルハーモニーとか、ああいう大きなですね、客船が日本にも来るわけですけど、東京に。こういったものもね、要するに、排水、トイレの排水のですね、規制がどうなってるかっていうのは、もう一回確かめなくちゃいけません。おそらく同じでしょう。他のプレジャーボートと同じ。これだとね、東京はたまったもんじゃない。昔あのタンカーがですね、日本に来てね、油を上げて、で空になった時にですね、バラストをですね、とにかく海水を入れるんですが、ね、それもね、ついでにそのタンクの中にたまったね、廃油ですね、あのスラジをね、海水入れて上がってですね、それでまあ。中からある程度の水をです、ね、溜めて走っていて、それがね、非常にこうひどくてですね、だいぶ前ですけども、伊豆七島など行きますとね、もう海岸にですね、その廃油ボールが流れ着いてて、もう足がドロドロな時代があった。これはね、規制してですね、まあ取り締まってね、上からもヘリコプターで監視したりして、これ禁止したんですが、まあ、せっかくね、東京湾の水質というものをもっと良くして、あそこでも昔みたいに海水浴できるようにしようと思うと、やっぱりかなりのことをやっぱりしなくちゃいけないと思いますね。まあ、下水道局が頑張ってね、あのお台場に関して言うと、あのすぐ後ろの施設から、真水をで再生してですね、もちろん飲料水にはなりませんけど、非常にきれいなね、その水をあそこに、日々注いで、まあ、皆さんいらしてわかるけども、あのお台場の海岸でですね、要するに1キロぐらいの海岸は海水浴になってるわけですね。しかしね、せっかくそういうものを努力しても、その外側に行ってね、お台場過ぎたら垂れ流ししっていうようなことだったら、これやっぱり全然どういうのかな、そういう努力を報いられないし、まあ、晴れてね、安心してあそこの海岸でも、ね、泳ぐというわけにいかんでしょう。まあ、できればね、やっぱりその東京湾のどこでも昔みたいに海水浴場が入るというのは、そういうのが目的とするならば、今言ったようにですね、この条例内法律でも変えて、これを取り締まらないとダメでしょうね。もう一つは、大阪府からですね、派遣職員を受け入れることになりまして、この度ね、東京都が大阪府と協定を結びまして、職員採用試験の問題のですね、独自作成をですね、目指す。その大阪府に対して全面的に協力をすることにしました。8月から来年の2月まで職員2名をですね、人事委員会へ受け入れまして、東京都が持っているノウハウをですね、提供します。東京はね、いわゆる国のね、キャリアノンキャリアという非常にいびつな制度に比べて、都庁の試験を受けて入るですね、それでね、その後2回で試験があって、それによってですね、上級職に進むという、まあ、その資格が保障されるわけですが、これ非常に私はね、公平だと思いますね。こういったものをね、大阪も参考にしたいということで、まあ、その全国の自治体の中で自前の採用試験問題を使って職員を採用しているのはですね、わずかに東京都と特別区だけであります。またはそろってですね、国の外郭団体、これは日本人事試験研究センターなるものから試験問題の提供を受けてね、やってますけども、道府県や政令市などは毎年一斉に職員採用試験を実施しているのが、まあ、実態ですけども、橋本知事はですね、たとえ、まあ、コストがかかっても国の外郭団体を潰す方がメリットがあるということでね、と、まあ、知恵を借りて自前の試験問題を作成するために協力を求めてきました。ということで、東京もこれ歓迎してですね、協力することにしました。まあ、いずれにしても自治体が知恵を絞って独自の試験制度による、まあ、優位なですね、人材をその地域性にも応じて確保するというのは、地方分権をですね、推進する上でも非常に大事な意味のあることだと思います。
これまでも東京都は新たな公会計システムを開発して庁に提供するなど国に先駆けた取り組みで、国の統治制度に風穴を開けてきました。まあ、おかげでね、東京都もそうですね、これを採用した自治体はきちっとした財務商標が出るようになったわけだから、監査にしてもですね、いかに税金が無駄に使われているか使われていないかということを把握しやすくなったわけで、まあ、今回 の大都市間の協力を通じてですね、大阪府を強力にバックアップすることで全国の自治体が人材戦略面でも国からの自立性を高めていく、まあ、そういう位置づけにしたいと思っております。私から申し上げることそれだけ、質問があったらどうぞ。どうぞ。読売新聞の山崎ですね。今橋本知事のお話もありましたけれども、本日まあ、お話になられる機会があったようなんですけれども、その後に橋本知事が全国知事会が主要政党のですね、公約を、まあ、採点するということに対して、その石原知事にもその採点するメンバーに入ってほしいという。何制度？各党のマニフェストですね。知事会が採点を点付けしましょうという話、三重県で行われた知事会で話があったようですけど、その県、まあ、採点するメンバーにですね、石原知事も参加してほしいというようなことを、まあ、報道陣に対しては橋本知事が今日まあおっしゃったんですけども、今日は壊れたら両方に協力しますよ。ただね、それによってね、そのどの政党を、ね、どの県が支持するというね、まあ、そういうその宣言を誰がするのかしないのか分かりません。私はそれはまあちょっといろんな問題があると思いますね。その都道府県におけるね、衆議院のなんていうんでしょうな、選挙区での事情、いろんな問題関しますからね、それがね、まあ、なんか思いがけない引き金になってね、結果が違ってくるというのは、私はちょっと問題があると思う。だからね、それは私はそういう姿勢を取りませんけども、評価をするのはですね、やぶさかじゃありませんか。喜んで参加します。もう一つ話が変わりますが、もうすでに都議選の結果についてはいろいろとコメントされていただいて、されてますけども、いや、コメントしてもしてもしきれないねバカバカしくて、だってね、愚痴わけじゃないけどね、2日前に公認した人間が通っちゃうとかだね、内田さんのとこなんかだってさ、9日か10日前に立候補してね、最年少ってことだけで、まあ、そのなんていうのかな、あれだけのベテランで見識ない人が吹き飛ばされちゃったら、これやっぱりこの選挙の実態というのかしら、今の風潮ってのは非常に不白でね、危険ですよ。これはなんていうのかな、僕はやっぱりね、怖い気がするしね、あなた方メディアにも責任あるんじゃないのかね。まあ選挙戦はね、互いに議論のために、議論というか、そのね、まあ、選挙のためのキャンペーンとはちょっと議会での討論とは質が違うから、それはしょうがないと思うけども、やっぱりあくまでも都民に対する利益というものをね、考えるのが議会の責任ですからね。これやっぱりね、どんな問題でも是々非々でね、今までと同じような姿勢で、政党の配分が違ってもですね、今までと同じような議論をしていくべきだと私は思ってますけども、質問する前にもほとんど答えが出てしまったんですが、あえて伺いますが、まあ、民主党がですね、第一党になりましたということで、言葉がいいかどうかの、まあ、付き合い方というかですね、これまでとまたちょっと知事の方からですね、まあ、説明を尽くすなり、あるいはもともと知事がその今でも自民や公明にわざわざ議案の説明に行かれてないと思いますけども、まあ、手順といいましょうかですね、そういったところを何か現段階で、対議会の、まあ、付き合い方といいましょうか、考えるところがもしありましたら。今までもね、諸派も含めてですね、均等にですね、予算なら予算の説明してきましたしね、担当の局長もそれやってきたと思うんですけど、まあ、それやっぱり民主党が第一党になったらですね、その存在感って今よりと違ってくるわけですからね、これはね、それなりの礼を尽くすというか、要するにそれを心得てですね、説明なり説得というものをすべきだとそれは思います。当然
ただやっぱりその冷静な議論をね、そのね、開かれたね冷静な議論してもらいたいのと、まあ、どの問題についてどういうその反対論が出てくるか知らないけど、やっぱりあの大案を示してね、大案を示してやっぱり議論することは必要なんじゃないでしょうか。どんな問題についても反対賛成があるとならばと私は思います。あの最後にしますが、あの今おっしゃった話はおそらく築地であり新銀行であることを視野に入れていらっしゃると思うんですけども、うんうんうん、その例えばその民主党のマニフェストをよく読むと、その強引な移転は反対というその強引なっていう形容詞がついたりとかして、うん、ちょっとこう解釈に幅がねつまりじゃあそのスムーズになったらいいのかとか、うんまあ、いろんなあの見方があると思うんですよね。そのあたりを、まあ、知事から正直その議会審議で民主党に質問する場面っていうのがあるかどうかわからないんですけども、どうやってその民主党のですね、まあ、本音っていうかお前どう考えてんなみたいな話は引き出されるおつもりでしょうか。あの銀行はね、まあ、落ち着いてきたんでね、このままねその要するに上昇していくのを望みますし、またあのこの間申し上げたようにですね、外国のですね金融機関というもののオファーもありますからね、あのセカンドステージもうちょっと早く来るはずだったんですけど、ちょっと遅れましたが、あの例のリセッションで、このね一番の問題はね、やっぱり一番厄介というかね、私自身がねその他の考え持ってました。で外環道が整備されるとね、別にそのね、あそこの今築地でやってる人たちは一種のノスタルジーかなんか、そのこう要するに過去の経験踏まえての、うん、なんていうでしょう、ものの考え方でしょうけどね、やっぱり扱ってるのは海産物は海から直に上がるのかもしいって言われるけどね、もうね今流通のね制度というか機能が変わってきましてね、そのインターネットとかそのものを通じるとですね、外国の進んだ先進国の市場なんか行ってみたら、直でそこに物を扱ってる市場ってそんなべらぼうに大きなものないですよ。でね、それはね私も一回ね、そのね、うん、外観ができたことを想定して内陸でもいいんじゃないかって言ったら、ものすごい反撃食った、今の築地の人たちに。でね、やっぱり海のそばだということで、ね、したらまあそこでね、あのベラボーの数値が出てきた、こっちも腰抜かしたんですがね、まあ、これはこれでね、それを前提として、まあ、あの首都大学の学長の原島さんにも座長になってもらって、いろんな専門家の意見聞きましたが、まあ、これ選挙でも言ってきたわけだけど、まあ、日本のゼネコンってのはね、世界中で厄介な仕事してるんですな。でこれに類した仕事もやってましてね、でそういうものの除去とかね解消っていうものに、ね、非常に進んだ技術を持ってて、原島学長ね、私はまあちょっと分野が違うんで、しかし学者ですからね、冷静に聞いてみて感心しましたと言われて、あるまあ案が採用されてね、それにしようということで、予算もですね今までの想定の8割ぐらいで済むということになったんですが、まあ、やっぱり新しい技術に対するね人間のそのなんていうのか保守性っていうのはなかなか難しくてね、まあまあ万が一と考えるとね、やっぱりということ、ただね、これはタブーになってるのかなってのが私は分からんけど、今の築地はね、合計3万3000平米、とにかくアスベスト使われてるんですよ。で、これがね、まさに古都されてるから、塗り込まれてね。でね、塗り込まれてるだけじゃなくてね、やっぱり、それについて触れることも古都されてる。これはね、やっぱり、私は危険だと思いますな。だから一刻も早くね、移さなくていかんなと思ってました。地震はいつ来るか分からないから、仮に例えば今日明日その激しい地震が来て、まあそれほど堅固だったと思うんじゃないかな、自分が崩落したりすると、ね、あの市場は次の日から使えなくなりますからね。だからそういう懸念があるからね、まあ、新しい日本人の英知で開発した技術というものを踏まえてつけるか考えたんだけど、もしかしあの外国の事例なんか見るとね、もっと素晴らしい、つまり大案、例えばね、どっかこれからできるだろう環状線のどっかにですね、そういうものを設けるとかね、例えばパリにしたってマドリーにしたって一国の首都ですけど、周産地でありますけど海はありませんからね、そういう事例ってものを踏まえてね、しかもそこはどういう流通でね、要するに国民の自由を満たしたかっていう、そういうものを研究し直すと、私は次のもっと違う案が出てくるかもしれない。そういう案を提示されるなら私は歓迎しますな、これは。うん。何も海のそばでね、いつもね、魚扱うのじゃないんだ。だってね、遠くから要するにトラックが、来る便で運んでくるわけでしょ。で、そういったものはね、もう要するにもっと細分化されて非常に流通の構造が変わってきてるときにね、
私はあんな大きなものを私が大きく映すっていうことそのものがね古いのかもしれない、古くない。これやっぱり あれに反対する人だったらその代案の一つとしてね専門家に予知を出してもらっていい案を作ってくれた。多少ね計画の進行は遅れるかもしれないけど、私は後世に対しての責任はより果たせんじゃないかと思いますよ。はい、最後にしますが今知事がおっしゃったのはそのやっぱり今の築地は危ないという認識でいらっしゃって、その移す先としては、まあ、今ベストは多分豊洲と考えていらっしゃると思うんですけども、まあ、仮に民主党なり他の勢力がその、うん、いい案を示すんであれば、はあ、話は聞くよという。もちろんそうですね。うん、私もともとね何もね海のそばに移さんでたね、これだけねなんていうのかな流通というのは変わってきた。それからやっぱりね、まあ、私の懸案であるこれは首都のためというもね、その日本全体 その交通の便宜のために、まあ、ハブになっている東京の、ね、外観というのを完成する必要があると思ってましたが、まあ、やっと端緒につきましたけども、そういったものの何ていうのかな進行状況というものとこう並行して考えたらね、私今でも思うけど日本みたいな機能的な国家でね、山の真ん中に大きな、ね、の魚の市場があったってちょっともおかしくないと思うね。ただやっぱりそのねアクセスというかインフラをどうやって整備するかの問題で、それから用地もやっぱりいるでしょう。またそれの用地に何か賛成反対も出てくるだろう。それはまあどれぐらい時間かけてどれだけ合理的にね吸収していくかってことも先の問題だと思いますけど、どうぞ。フリーの横田はじめですけども、橋本知事がですね外環道が格上げされて されたのであれば新名神の凍結を解除するべきだと先ほどの昼食会の後おっしゃってたんですが、その新名神に対する知事のお考えをお聞きしたいと。わかりません。で他人のことは猪瀬副知事はですね新名神については道路交代民営化の時に凍結して、直轄事業負担金大阪、府の負担がないからといって作るのは安易だと、まあ、自民党の旧体伝としたばらまきにつながるという批判をされているんですが、石原知事のこれはね、猪瀬さんの方はね、よっぽど私はそういうこと専門家でね、彼の言っていることは私はいつも信用しています。この問題については私は分かりません。ただね、要するにその大きな道路計画っていうのは、やっぱり、ね、コスト&ベネフィットでね、ちゃんとね、数式が出てるんですよ。それでね、東京の外観はですね、一番高い数値でですね、これはもう絶対他の計画に比べるとプライオリティが高いの。これ今でよくほったらかしたもんだと思って国の役人がね呆れ果てるんだけどね、まあね政治家の責任もあるでしょ。ですからね私はあなたに言ってる関西の猪瀬さんの方の道路の要するにコスト&ベネフィットの要するにその計算方式で出た数値がねいくらか分かりませんかね。やっぱりそれによって決めたらいいんじゃないですか。はい、道路交代民営化の時にはそういう BY 事業を検討した結果凍結したということになってるんですが、いや道路交代ね、国交省って聞いてくれよ、んなもん。直轄事業負担金の問題について、橋本知事は廃止すればいいというお考えなんですが、知事のお考えを、お聞きしますと、必要な道路であれば、地元も若干負担するべきではないかと。それは私の昔からの持論です。あなたこれはね、全廃したとしたらね、誰が決めるかってことになったらね、国で一方的に決められたらね、またね、まあ、その政府の形態も変わってか議会の形態も変わってか知らないけど、いわゆる道路族のあるままばっこしてですね、非常に一方的なもので形でものは決まります。地方の意思というのは忖度されませんよ。私だからね、その分担金をすべて廃止するというのは私は非常に危険な罠だと。聞こえはいいけどもということで、はい、どうぞ。先ほどのフジテレビの丸山ですが、また先ほどの話に戻ってしまうんですが、橋本知事と会談をされたということですが、会談じゃない、今日は、ね、講師に招いて私の昼食会やったんだね。その前にもお話を多分されていらっしゃると思うんですが、んその会講演の前に、うん、まあ、何十分かお話をされてたと思うんですが、はい、いやあんまり話しませんでしたね。笹敦幸さんも同席されたんでね、でやっぱり彼が言ったのはね、たまたまねワシントンにいた時、私笹さんと一緒にいたんですが、他の用事があって 9.11 が起こった。それでまあ私はねアメリカのフィーマーってのはいかに機能的に動くか感心したんでね、帰ってきて小泉大学に権限してああいうものを作ったどうですかって言ったら、その必要はないということだったんで、それじゃあこっちでやりますわということで首都圏のフィーマー作りました。ですからね、
なんか東京で地震が起きていちいち官邸こけなくてもね、神奈川県と、ね、東京都の県境とかそういった時は、ね、神奈川県で一緒にやればいいんだから、その時やっぱりそのカウンターパートが神奈川県のどこへ電話するかって、電話番号も決まってなかった、そういうネットワークを作ったわけよ。その他この他、ね、非常に効果があってますがね。だからその笹さんの時もやっぱり大阪でもやったらどうですかと、大阪と京都とね、まあ、あとですかね、名古屋になるのかな、それから兵庫県、そういったものがね、その政令指定都市もたくさんあるわけだ、入れてですね、東京首都圏も7都県市でやってますから、そういうその広域要素のネットワークを作ったらどうですかということでね、権限してました。で橋本さんもそれはいいですな、考えましょうと言ってましたけどね。地方文献のとか政党にマニフェストに点数をつけるといった話をそれはしませんでした別に、はい、あともう一点、国政の話になってしまうんですが、今ただ彼が言ったのはね、その前にね、その質問を受けますけどね、石原さんが言ったようにね、お役人ってのはまさにコンティニティ、コンシテンシ、つまり一貫性と継続性ばっかを固執するけどね、それダメだと言って決めたら途端に次変わると、やっぱりね、政治家の決断が必要なんですなと、ね、一貫性継続性に固執したら老眼のままできない、だ私は役人が言って右行ったら必ず左っていう、左行ったら右行くことに決めてます、それでうまくいってますと言ってましたがね、まあ、そんなもんじゃねえかな。非常に勉強になりますと先ほどぶら下がりでもおっしゃっておりました。それともう一旦国政の方で今両院議員総会をするとかしないとかですね、緊急集会になったといったような、こう永田町でいろいろと麻生おろしだなんだといろいろとバタバタとしておりますが、それについて知事はどのようにご覧になっていらっしゃるでしょうか。まあ、非常に優れた高松の総理大臣をいただくといろいろ混乱があるみたいですね、まさにですね、自民党のね、要するに国政の幹事長がだね、都議会に来て陳謝するなんてのはまさに未曾有なことじゃないですか。しばらく混乱が続きそうな様相ですが、いや、まあそうでしょうね、自民党は混乱するのは仕方ないと思うけどね、国政が混乱すると困るんだけども、まあ、やっぱりね、その言ってることをね、どこまで民主党が新しい政権でやるのか、やっぱりその日本という国家の官僚支配ね、太政官制度時代から続いているこういった体制をですね、ぶっ壊すだけの県単調をですね、民主党の政権がつけたら、これはそれなりに歴史的な意味があると思う。おそらくまた官僚からの反撃もあるでしょうよ。まあそれはね、刮目して私たち見守りたいと思いますけども、どうぞ。築地の件で、まあ、都議選ではですね、民主党はマニフェストに、現地再整備を再検討するという形で、まあ、その民主党側から言わせればこれが一つの代案だというふうに言ってるんですけれども、民主党から正式に再検討の要請があった場合は、都庁側あるいは知事側としては再検討を、それはね、今までのね、都議会の議会の中で散々ね、議論してきたことですよ。それは現実的にできない。その例えばね、その代替地をどこにするかとか、そんな問題こんな問題あってですね、ただね、まあ、築地の人たちがね、このインターネットの時代にね、ああいう新しいその情報のネットワークを活用して、どれだけ規模を縮小してね、合理的にして、かつですね、消費者たちに、ね、都合のいいものにするか、その意思があるかないかによってまた変わってくると思うけども、私はまあその今更という感じはするけども、必要ならもう一回検討したらいいけど、専門家を入れて、それはね、あそこを再、活用する部分的に補修していくことは極めて難しいと思います。あともう一点なんですけども、その今回の都議選はですね、まあ、民主党はまあ政権交代を中心に訴えて、確かにその、大幅に議席を増やしたという一面もあるんですけれども、一方でまあ議員の中には石原都政を、まあ、特に批判をしてきた、特にまあ新銀行と築地の移転の話を批判してきて、今回石原都政への審判という面もあると思うんですけれども、やつそう思ってませんね。ね、ああいうなんていうのかな、中央の党の集団がなかったらね、私は過半数は維持できたと思ってます。それ分かってるから、要するに細田幹事長は謝りに来たんじゃないの。銀行は立ち直ってきましたよ。じゃあ銀行これからどうするんですか。それ逆に聞きたいね。
1万人のですね、1万社にね、零細な方々にお金融資している従業員がね、まあ、5人平均としても働いて5万人いる家族入れたらですね、この銀行を潰したら十数万の人がね、要するに途端の苦しみを始まされるだけじゃないし、3000億の預金をですね、払い戻すときに利息つけなくちゃいけない、そんなものの支出は膨大なもんじゃないですか。黒と考えたらすぐ分かることはね。文化放送の高橋田美優です。ちょっと先ほど国政についていわゆる空白を作ってはいけないと、まさにもう都民としてもそれから国民としてもそう思うんですが、そうした中で石原知事も大変関心をお持ちの、北朝鮮に関する問題でありますとか、そういったその法案がですね、廃案になってしまうというような事態が現に起きつつあります。これについてお考えがあろうかと思うんですが。まあ、いや、それはね、その北朝鮮非常に厄介な存在でね、こういったものにですね、一番の隣国ですからね、日本がきちっとした対処していかなくちゃいけないのに、その対処の方法なり基本的な問題についても、そのなんていうのかな、まあ、いろいろ異論があったようですね、今までの与党野党の中でね。これはだからこの先廃案になって、当然しかしそれはそれっきりで終わるもんじゃないし、国民の要するに、ね、要望といいましょうかね、企業からしても違ったかですね、もう一回再燃焼する、 その要するに再び論じられなくちゃいけない問題でしょ。その時にそれがどういう形で決着するかということは、私も本当に興味がありますし、刮目してますが、まあ、とにかく、一種の緊急事態ですからね、相手がどう動くかさっぱり分からない時にね、それに対するこちらの姿勢を決める法律でもきちっとしていかないとですね、国の存在感そのままなくなりますよ。それはですね、国民はですね、許さないと思うしね、だからもうやる仕事をさっさとやってもらいたいですな、本当に。まあ、これについてはその空白になるかならないかというのは、法案が廃案になるかならないかというのは、与党ばっかりではなくて、野党にもやっぱりこう話し合いに、ね、乗るか乗らないかという責任もあろうかと思うんですが、そういった意味も含めてなんですね。継続審議って手続きは取れないんですか。ですからね、廃案、もう一回の法案として出し直さなければいけないみたいなんです。最初から国会、そういうことを考えてみますと、やっぱりきちんとここまで途中まで来てたら、法案として成立するまではなんとかこう、期待している人も多いんではないかとね。しかも継続審議という形で棚上げしたらいいんじゃないですかね。そうですね、ええ、その継続審議する時間が今の国会の中であるかないかな。ああ、そうなんですよね、これ本当に、解散ですからも、まあ、だから誰がどこまで本当に国家のことを考えているかの問題になってくるんだよね。はい、それじゃあどうも。